や思って、うわこれどうするのが正解なんやろな。でもこの子の気持ちもわかるやん。なんで行かれへんのちゃうやんちゃうやん、次どこ行くんですかって。いや私この子の気持ちもわかるんよね。比べてしまう気持ち、才能あって羨ましいと思うその気持ち、自分に自信がない気持ち、全部わかるんよ。私もどちらかというと主人公と同じ側のタイプの人間。なんて書いてるこれ。 It's all you are。 読まれへん。フォルト、あー出てきます。これ逃げパートでござんすよ。でもあれをさ、アメリに渡したからといってさ、アメリが解決できるんかって言われたらそうでもないと思うしさ。いやまあ助けられ、マヤちゃんの気持ちは助けられたかもしれへんけど、こっちから取ったら複雑よね。アメリはただでさえさ、街を出ようとしてるわけやん。連れてかれちゃうって思っちゃうよね。うわー、どっちの気持ちも分かってしまう。感受性の強い値。でもね、どっから出てくるんかなー。ドアある。あっちも行けんけど、とりあえずこっち行こうか。急に出てくるからな。うわー、これ写真見て。アメリとの写真や、いっぱいある。あー、もう複雑よ、こんなの。見ちゃったら、これ。道が分からんでござんすー。こっちでいいんかな？全部写真やな。アメリとマヤの。これは嫉妬しちゃうなぁ。あれ ?209? あれちょっと待って、これ帰ってきてない？これ210やったらループしてますね。ってことは、こっちやな。こっちのドアを。なんでやねん！おかしい！聞いてない聞いてない聞いてない、早く開けて早く開けて、なんでなんで、どうしてどうして、ちょっと待ってちょっと待って、これこういって、でもこれまたループ線、戻ると思うんやけど、また同じとこに。だってこれ多分209やで、開けたらほら209やったやろ。で私は2010に入ったから、2010を無視してこっちに行けばいいんか。こいつが出てきたところに行ったら進めます。ありがとうございます。で、道がマジで分かれん。もっと電気つけてくれ、頼むからよ。こっちでやってる？こっちかな。追っかけられんのはあんまり好きじゃないんよね。急に出てくるとかね、なんかそういうのは平気なんですけど、なんでどうしてだよ。チャンスつかかったつかかった、危ない危ない危ない、逃げられない。ちょっと待ってよ、多分あれ右に見ちゃったかな。うわやってもうた、はい、もう一回やり直しですね。ありがとうございます。いやー一回で二度おいしい、もう一回遊べるぞ。ありがとうございます。うん、あーごめんね、道間違えて本当にごめんねと思っている、深くお詫び申し上げたいとございます。こいつはこっから出さなあかんね。これここら辺で出てこんか。はい出たー、天才のそれ出たわ。開けんでもいいんや、おびき寄せてこいつ、うん、こいつを引き連れてあいつが出てきたところに入る、入る、どっちや、こっちや、行ったら進めるけど、一番奥の扉であいつが出てくるから、一番奥の扉も別に開けんでもいいかな。どうなんやろ、ちょっとここはでも多分適当に走ってていいと思うよね。正解の道とか多分ないと思うし、ライトがある方にね行けば多分行けると思うんで、こうやろ。あー本当に分かりづらいな。ここ開けんでもいいんじゃない？開けなあかんかな？開けなあかんっぽいな。で、おる、こう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 、で、あ、あー、ない、どん詰まり！ちょっと待って。あぶね、いけた、いけた、いけた。ちょっと待って、これどこ？私を見てよとかで、あ、こっち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 、違うんじゃない？今、右の扉行けばよかったんじゃない？やってしまったかもしれへん。
つく。あ、上行ける上行ける上行こう上行こう、上行って。勝ち？勝ったんじゃない？正解？あ、正解。素晴らしい。2回目で回避、素晴らしい。ありがとうございます。頑張りました。こんなね、いろんな人から愛されてるの見ちゃったらもう辛いよ。自分の絵はな、あんまり好かれてないっていうのが分かってしまうもんな。何見つけて欲しかったん？私全然分かってないんやけど。何？誰にでもしてるん？あ、アメリカ。I'm so sorry, Amelie. Maya died because I killed her. いやいやいや。What are you talking about? 手紙渡さへんかったからっていう。Right? Yeah, but then Maya jumped off the villa roof. Well, there was supposed to be one.In the last book you had. でもちゃんとアメリに渡してるんか？アメリから借りちゃったんかな、この子が。That letter was a message for you. Why are you telling me this, Anita? I was jealous of Maya. I was afraid she'd take you away from me. My mom was right. I should never have been born. いやー、それはちゃうてー。Wait, Anita. いや、もう。アメリがかわいそうやって、そんなん友達二人も自殺してもうたらさ、残されるアメリの気持ち考えなよ。っていうかもう奈落なんやけど、ここ。で、何を見つけてほしかったんやろ。あ、もう一回出てきましたね、これね。はい、ありがとうございます。大丈夫なんで、私、心を強く持ちたいと思います。ありがとうございます。でも死んだからまた戻ってるんじゃね、これ。ほら戻って、最初の部屋じゃないやん。これ追っかけられるパートの策してますけど、プロデスのほらデスルールみたいになってますやん。何見つけてほしいんか私には全然わからへん。徳川幕府の埋蔵金かな、わかんない。あれ誰かおる。あたい。なんで？どういうこと？だからなんか探さなあかんのやろ。わからへん。結構死んでるかもしれへん。ポキポキ。あ、待って。なんか、大きなってる穴が、血も出てるし。何を見つけたらいいんか教えてほしいんやけど。ま、全然わかってない、私、今。これほら、最初に見るぐるぐるの穴めっちゃ大きくなってるね。血も出てますし、痛そう。いや、マジでこのパートもくれーなー。あれ？ああ、ここや。ごめん。自分が思ってたあれじゃないから、道変わったんかと思った、本名を。これはマヤの日記ですね。ああ、ヴィラの屋上、やっぱ結構飛び降り自殺してるっぽいなー。で、全部10代の少女なんやなー。彼女たちは怖くなかったのだろうか、どんな思いでここから飛び降りたのだろうか、あるいは、どこかへ飛んで行きたかったのだろうか、ここではない、どこかへって。気持ちはわかる。わかるよ。全部投げ捨ててな。終わりたいっていう気持ちは、とても私にもわかります。でも、だからといって死にたいとかには私は繋がらんねえけどなぁ。そやねんなぁ。なんか全部捨ててどっか行きてえって思うこと自体は私もめっちゃあるんよね。もう全部やめてって、全部やめてって思う時とかもあるんよ、普通に。あるけど、でもそこで死のうとはならんのよね。だからなんでそうなっちゃうんかなぁってちょっと思って。てしまうんやけど、でもそれは私がそんだけ辛い思いをしてないんやろうなとは、幸せな生き方をしてきたんやろうなって思うな。これ私かな、ほら赤ちゃん、この手首にさ紐巻かれてるやん。なんかリスカした後に見えてしまわん、この赤い糸。ドンチュードレゴーアウトサイド。
ちょっとどういう意味？あー、外に出んなってか。はい、わかりました。出ないです。まあ、家に閉じ込められてたんかな。ちっちゃい時から。まあ、ここはね、結構不穏な雰囲気になってるんですけど、走れないんで、あの化け物は出ない感じですね。安心してください。化け物が嫌いな皆さん。ノーホープ。希望はないよと。ね。それだけが痛かっただけの部屋でございます、これ。はい。嫌な部屋作られました。なんかガサガサする画面がすごい。昔のビデオみたいな。読まれへん。ごめんなさい。すいません。英語弱くて。英検取ろうかな。本当に英語が読まれへんのよね。なんでこんなに英語読まれへんのやろ。ちゃんと勉強したいけどな、英語の。あ、これ出口ないようやな。いけ、いけなーいつ。ねえ、意味のない部屋作んのやめてよ。迷子なるから。出てさ、右から来たんか、左から来たんかももう分かってないよね、私そもそも。サイレントヒル現象についてやって。おもろ。世界各地において不思議な現象が起きてるやって。霧が出てない日でも突然熱にでも浮かされたように普通に暮らしていたはずの人が霧が見えると口にしてその後意識を失う。ほんまや、サイレントヒルや、サイレントヒル現象と呼ばれていると。これほんまにサイレントヒルの話やな。アメリカのサイレントヒルという街で似たような症状を訴えた人々って書いてるから。へぇー。霧っていうのは不安定な心理状況から見える。なんか心理的ストレスで視野が狭くなって霧が見えるんちゃうか、社会とか将来に対する不安がね、あのコロナでね、そういう不安があって、まあ妄想と現実をごっちゃにしてるんちゃうって言うてますね。日に日にでもサイレントヒル現象は増えてるらしいですね。感受性が強いんちゃいますかということで若年性のカウンセリングとメンタルケアがいるんちゃうっていう話。まあ、でもそんなさ、日々不安やからって霧見えるなんかおかしいと思いませんの。まあ、科学的に証明しよう。ああ、うっとしい。科学的に証明しようと思ったらそういうしかないんやろな。うん。超常現象やもんな、そんな。いろんな人が霧見。ねえ、これ出てくる合図ですよ。皆さん。こっちかな？いる？はい！いない。これも行かれへんな。あれ？私、こっちでいいんやな、合ってるよな。座ってる？ソファーに座ってゆっくりしてるんじゃない？ゆっくりしてない？あ、ゆっくりしてないわ。何？あー、いいやん。なあ、こじんまりとしてて。いや、こじんまりしてない。結構広いぜ。あー、ほら。あれ？この部屋。いや、違うわ。まやちゃんがアトリエにしてた部屋とちょっと似てるなと思ったんよね。トイレの向きと風呂場の位置がね。あの、紙袋の人がここに立ってて、赤ちゃん見てたとこあったやん。あそこに似てんなって思ったけど、多分違うな、これ。え、普通にいい家じゃない？テレビでかいしさ、ソファーもでかいしさ。あ、で、ここがご飯食べるスペースな。うん、ご飯も作ってくれてるんやん。あ、ええやん、ええやん。キッチンダイニングやん。ええやん。広いやんな、キッチンだって。ご飯作りやすそうやで、これ。シングルマザーの日記やから、お母さんの日記かな、これ。彼氏と連絡がつかんくなったと。でも私にはこの子がいるって。可愛い天使って言ってるけどな。いけと。なんか最初から別にこの子のことを疎んでたわけではなさそげなんやけどな。あ、ほら、これ見て、ほら。あるわ、またこれ。これ。スーパーの袋ね。人気のスーパーなのね、きっとね。あー、これがお母さんかな。で、私の絵ちゃう？これ。上手やん。あ、色彩がすごく。愉快。いいね。子供の格絵ってすごい色使い素敵よね。大人になったらあんな色使いできへんもんな。ねえ、嫌な予感するんやけど。トイレ？ねえ、これトイレさ、いいで別に。まあ、嫌やけど、お風呂の横にトイレあるの嫌やけどさ、こんなとこにトイレットペーパー置いたらびしょびしょになると思わん。絶対使えへんで、このトイレットペーパー。せめてこっちに置きなよな。なんか酒の量増えてるんよ、ほら。ピザやし。もうご飯作ってない感じするよね、これ。注視しろと、こうやな。はい。なんかいろんな人と付き合ってもうまいこといかへんからって、それを全部
子供のせいにしてる感じしますね。これはね、多分。これですね。はい、読みましょう。あー、ピザ持って新しい彼氏が来てくれたと。育児には父親が必要だと思う。でも子供たちがなかなか懐いてくれへんくって彼氏もちょっと不機嫌やと。でもさ、そんなさ、知らん父親なんかいるって、ちょっと思っちゃうんやけどね。個人からしたら。子供の目線で言ったらそうよね。急に知らん人連れてきて父親やでとか言われても納得はいかんし。そんな急に懐くわけないしさ。しかも子供たちって言ってんのよな。兄弟おったんかな？娘が家族の絵を描いてくれた。あとは彼も描いてくれれば完璧って。いやいやいや、だって彼はさ、全然知らんおいちゃんやで、子供からしたらさ、彼が家族になるかもしれないってまだ分かってないみたいで、分かるわけないやん。何歳の子に求めてんの、それ。私の育て方は間違えてない。私は母とは違う。この人も多分お母さんとちょっとした確執があるんやな。子供のすべてを否定して憎しみと恐怖だけを植え付けたあの人のようにはならないやから、まあなんか、自分的には嫌な育て方をされたから、我が子にはそんなことをしないでおこうって思ってるんやろけど、まあなぁ、シングルマザー、金は必要やと思う。でも父親が必要かって言われたらそうではない気がする。個人的に。なんか自分の話すると、うちも結構家族仲悪くって、おとんがね、結構、家帰ってきたら、飲んでよって暴れるタイプのお父さんやったんよね。せやから、いらんって思ってたし、正味。なんで離婚せえへんねんって思ってた。から、絶対的に父親って必要じゃないと思うよ。金がいる。金は必要。本当に。お母さんの愛情だけでも正直子供って十分なんじゃないかなって思うよな。ちょっと懐かへんからって不機嫌になるような、そんな心の器が小さい男の機嫌をずっと取るのも子供的にしんどいよね。たかが他人なんやしって思うよね。まあお母さんも多分その子育てに対して理想とかそういうのがあるっぽいな、この感じやとな。肩にはめてるというか、その子供の性格とか、人間性、やっぱね、自分が産んだって言っても、その子によって性格とか人間って違うからさ、血が繋がってたとしても、一緒の人間じゃないんやから。そういうのを分かってあげられへんくってなんでできひんの？とか、言ってるタイプっぽいな。いやでもこれは私も気ぃつけなあかんなとは思う。難しいよね、子供育てるのって本当に。いやーすごく複雑ですね。なんかね、いじめからまたこれは家族の確執に話が変わってて、だってこんなんさ、これ見てゴミやで、これゴミ山ぞ。ちょっと早起きしてゴミ捨てに行ったりとかさ、このペットボトルとか瓶とかも洗ってすぐ捨てろって話やん。こんなんもよ。てか、ちょっと背低いもしかして私今。大人の背丈じゃないよね。子供の背丈になってるもしかしてこれ。いや、だってこんなんもさ、食ったら洗えっちゅう話やん、その場で。もう許されへんねん、こんなん。私からしたら、もうここも片付けろよって話やん。拭けよっちゅう話やん。カンカンとかよ。まとめて捨てるだけなんやからよ。やることやれって話やん。彼氏作ってる場合ちゃうやろって思わん。これのことやろな、多分家族の絵ってな。だってこんな絵描くの、何歳？ 3 歳とかじゃない。5歳やったらもうちょっと上手いよな。年長やろ、5歳って。もっと人型してると思う。あ、でも海外の子やからな、なんとも言われへんけど、でも3、4歳なんじゃない？この感じやと。お母さんと自分と弟か妹かな？おったんやろうね、きっと。それを書いたけど、ここに彼氏も書けって。なあ、そんなこと思うか？自分書いてくれてありがとう。飾っとくねえじゃない。これお母さんの寝室かな？私の寝室かな？ああ、お母さんの日記、またや。またピザ持ってきたらしいわ、彼氏。もう、ええって、ピザ。娘がそのピザを吐き出してしまったって、何歳の子にさ、ピザあげてるん、そもそも。嫌いなものでも我慢して食べるっていうことは、おいおい、学ぶよ。そんな吐くぐらいの嫌いなものは別に食べんでもいいと思う。無理やり食べさせられたけど、そういうわけにもいかないと。まあ、わかってるな。で、そこで工夫して料理して出す、やったらいいけど、どうしたんやろ。
とうとう彼の前で子供たちが泣き叫んで暴れてしまった。彼も仕事ですごく疲れててのんびりしたい。ほら、家来んなよって思わん。え、だってそもそも別に結婚してるわけじゃないんやから、家来んかっただけの話やん。自分家帰るっちゅう話やしさ。のんびりしたいんやったら。この少し甘やかしすぎたのかもしれへんって、子供に対してなんやんな。私たちの幸せのためには彼が必要って、そんなことねえやろ。お前が頑張って働けって、国のなんか女性とか使って何とかしろって。いや、まあでも、まあでもな、自分の力だけじゃどうにもならんことはもちろんあるよな。金とかな。まあ金のために彼が必要やったとしても、それはすごく失礼なことではあるな。少しかわいそうだけど、分かってもらうまで見えへんところでおとなしくしてもらうしかないってことは、もうこれは閉じ込めてましたね。多分彼氏が来てるときはね。子供。矛盾してるよな。家族の幸せのために彼が必要やけど、その彼をつなぎ止めとくために子供を犠牲してるっていうの、すっげえ矛盾してると思う。どっちが大事なんっていう。でもこの人は、まあ、彼を結果取ったよね。彼をつなぎ止めるっていう結果を取ったよね。クローゼットの扉をどんどん叩く音が気になって全然リラックスできひんって、当たり前やろ、そんなもん。 いや、子供クローゼットに閉じ込めてってさ、リラックスできるやつなんか頭いってるやん。いや、これはちょっとクズやな。ごめん、クズやわ、毒クズやわ、毒クズのやり方ですね、これはね、本当に。ああ、なるほど。これ誰の部屋ですか？どこに、あ、ここになんかありますわ。ちょ、見えへん、見えへん。ね、変わっちゃった。コナンの犯人みたいになっちゃった、これ。 え、家族の絵ってさっきの絵が家族の絵やったんかな？ニコちゃんみたいな絵じゃなくて。これ。こっちじゃなくて、ここに落ちてた、なんか3人描いてあったよね。もう、半沢さんみたいなやけど。半沢さんの前の絵の話やったんかな？いやー、ごめん、ちょっとママ、うぅ。いや、彼氏、そらこんな家汚いやろ。風呂もトイレも行かれへんやんけ。なんでゴミ捨てられへんくなるの？なんか動いた、今。動いてない？ほら、ゴミ袋動いてるよ。中に虫いっぱい入ってんから、ほら、ピクピクしてる、ピクピク、ほら、いっぱい。中に虫入ってて、羽ばたいてるって感じでいいですか？酒の量えぐくて、この酒買う動きや。動物の森1ヶ月以上来てなかった時の部屋や、これな。いや、ちゃうねん。この酒をな、買う金があるんやったら、っちゅう話じゃない。生活できる金もありますやんって私思うの。外でデートするようになってから全部うまくいってる。あ、まあ、そうやな。うまくいってると思うよ。外やからな。彼が家で待ってる子供たちを心配してて、そらそうやろ。何歳と何歳にさ、留守番させてるん、これ。絵本とかおもちゃの類で遊ぶ子ってことやろ。これからもちゃんと留守番できるよねって、ごっつむなクソ悪いぞ、これ。家を空けることが多くなったから、ちょっと部屋が汚れてきたって。片付けるしかないのは分かってるけど、家に帰ると何もやる気起きひんって。もう外で彼氏と遊んでる時がいっちゃん楽しいんやろな。児童相談所から連絡やって。そらそうやろ。夜中に子供の泣き声が聞こえる。本当にひどいと思うって。お前が一番ひどいっちゅうね。最近連絡こうへんくなって、彼氏から。みんながのんきに遊んでる間も一人で必死に子育てしてきたって。まあそれはな、頑張ってると思うよ。シングルマザーで一人でな。多分頼れる場所もないんやと思う。お母さんとそういうね、いざこざがあるからっていうか、ちょっと後ろでかさってるゴキブリめっちゃ気になんねんけど。すっげえカサカサ言うし、ブンブン耳元でずっと言ってるんやけど。いや、まあ、頼れるところもなくて自分一人で頑張ってんのに。いう気持ちも、まあ、わかるよ。子育てしんどいもんな。わかるけどさ。でも、だからって、家に子供だけ置いて遊びに行ったりとか頻繁にするのは違うやん。うわ、もうしんどーい。あー、子供がおらんかったら、友達と遊べてたんかなって。クローゼットの中がどうなってるか分かってるって、これ閉じ込めたまんま行ったの？いや、っていうかさ、こういうの思うんやけどさ、子供ができたってことは相手がおるわけやん。その相手はどこに行ってんのって話や。なんで養育費も払ってない？払ってんかな？わかれへんけど。絶対的にこのお母さんが引き取らなあかん結果になってしもうたん。なんかもう、やるせねえな。泣いてる。赤いじゃん。
赤ちゃん泣いてる声聞くとなんかもう本当に胸がギュッとなるんよね。汚い。めちゃめちゃでっきりそこのゴキブリ、ほんと。あー、これ部屋から出んなよな。え、どこで泣いてんの？あ、なに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 ？ここで泣い、え？ここ中？なんか猫の喧嘩みたいな音聞こえるんやけど。クローゼットじゃなくない？冷蔵庫なんですけど。あ、悪魔とかしてるわ、これな。うん、ぐちゃぐちゃやな、これ。なあ。でも、家帰りたくないとか言って、家帰ってきて酒は飲んでるんや、お母さん。ふーんって思わん、この状況。あ、なんか、ごめん、見てなかった。なんか、みちみちなってるわ、これ。ほら。ごめん。大事なシーン見てなくてごめんね。家出てこうとしてない。児童相談所からの通告文やって、子供2名保護しますやって、それが一番いいよね。でもちゃんと行政動こうとしてくれてたん偉いよね。そのマンションの通報してた人ら、あ、これさっきのな、あ、違うわ、家族の絵やけど、なんか一番右の人なんか不老者やったわ。ちょっともううるさいんやけど、もうええやろ、一回調べたんやからもう終わりよ。みちみち言うのよ。あ、クローゼット、広いわ。クローゼットがとてもいいですね。このぐるぐる、私の落書きやったんじゃない？これ。そっか、こういう過去があるから、ああいうちょっと、暗い絵を描いてる感じなんかな。ここに入れられた時に、そのスケッチブックとクレヨンだけを渡されてたっていう描写ですかね。わーお。何歳の時の話なんやろう。あー、冷蔵庫に入れてた。死んだ後に入れたんか。母親41でお前何してん？もっと失火せいや、41ならよ。長女が知人の家に逃げ込んで警察に通報。私やな。私が逃げたんや。なんかもっとさ、調べて、行政頼るとかさ、なかったんか。他に道は逃げることしかしてない。何ですか？うわ、これほら、ものっそい引っかいてるやん、クローゼット。あ、え？あれ、桜咲いてません？あんた。いや、なんも私のせいじゃなくない？じゃあなんで産んだんちゅう話やん、そもそも、それやったら。産んだ後でそれを本人に言うのは違うやん。それも母親のせいにするんか、こいつ。だから私はこうなるんかってこと。いや、めっちゃ叩いてる音するな、ペチペチ。かんでも人のせいやん。こうなったのはお母さんのせい。彼氏とうまくいかないのは子供のせい。全部人のせい。I'm a curse. You always said you'd be better off without me. You're not my daughter. You're a curse for my mother. じゃあ鼻から産むなよ。You're wrong, Mom.I am your daughter. And just like you, I'm cursed. いや、これはもう本当に個人的に一番ムラクソですね。なんかいじめとかはね、ちょっと理解、共感する部分があるんですよ。この子のその、嫉妬心とかね。そういうの、まあ、絶対したらあかんで、いじめとかはな。したらあかんけどさ、この子が嫉妬して手紙隠してしもうた部分とかさ、ちょっとわかる部分があるやん。マヤをいじめてた人ら自体に共感することは何一つないけど、この子に対しては共感することがあるわけやん。でもこのお母さんに対しては何一つ共感ができません、私は。自分が産むっていう選択を取ったなら、ちゃんと責任を持って育てないとダメやし、その、相手、どういう相手か知らんけど、どういう経緯でね、できたかもわからへんけど、子供が。そうなる行為をして、
作ってしまったこと自体にも責任があるわけやし、産むって決めたんやったら、最後まで責任持ってさ、親を貫かなあかんよな。しんどなるのもわかるで、多分。いやでもさ、私、若い自分で産んでると思ったよね。めっちゃ若い母親やと思って話進めてたんやけど、41ってさ、もうええ歳やん。10歳や、いや10歳とか言ってるから、5歳とかの話なんじゃない？その食べ物を食べられへんから吐き出すとかさ、家族の絵を描くとかさ、そんなん10歳で家族の絵とか描いたりとか嫌いのもべって吐き出したりとかするかっていう話やんか。4、5歳やとしてもさ、産んだの計算したらさ、41-5したら、36やで。いい大人やん。いい大人がさ、そんな何を言ってるんっていう話やん。いつまでもお母さんのせいにして、ママのせいでこうなったって、ママがこういう育て方したからや。30何年間生きてきて、いろんな人と学校とか職場で出会ってな。そういうので人生って形成されていってるんやからさ。確かに母親とおった、ね、いろんなことされたかもしれへんけど、そこだけじゃないやん。人を作るものって。学校であったり、職場であったり、いろんな人との出会いがあって、その人一人ができていくわけないからさ、いつまでも母親のせいにしてんじゃねえよって思うけどな、正直な。どうせ20とかで家出るやん。人間なんてよ。そんな36、41とかにもなって、ぐだぐだお母さんのせいでとか、バカじゃねえのってちょっと思って、まあごめん。口調悪くなってしまうけど、私も一人の母親やからな。ちょっと思っちゃうわ、それは。お前が責任なさすぎるわって。マジでクズ。ごめんな。ごめんな。あー、ごめん、ヴィラって何かなって思ったら、あれか、マンションの名前やな。ほんまやね。なんで自分家があるんでしょうかね。すっげえ虫たかってますしね。これ帰れます？もうそろそろ。あー、開いてますやん、冷蔵庫。あー、これ、弟？やったっけ？その弟の描写、なんかな？赤ちゃんのぬいぐるみじゃないわ。人形がある描写って。いや、結構メッセージ強いな、このゲーム。なんか、すごい、あー、出たー！また逃げパートや。なんやろ、現代のその深い闇に結構語りかけてる気がする。SNS やったり、その家族の、ねえ！違う、こっち向かってるよ！あー、いいー！あ、やばい、すいませんでしたー。すいません、ちょっと突っ込んでいってしまって、ほんと申し訳ないと思ってます。